吉田さん、こんにちは。まあ、東京にね、ずっぽり住んでいたこともありませんし、都心部にずっといたってこともありません。私の場合は、まあ、広島市内にはずっといましたけどもね。まあ、でも、都市部と、それから郊外と、どちらがコストパフォーマンスがいいのか、これはまあ、ライフスタイルにもよるのかなと思いますけどね。うん、やっぱりこう、会社や取引先という考え方で行くんだったら、従来通り都市部の方がいいんでしょうね。 でも、こと、ネットで一人でってことになると、もうね、場所にこだわる必要がないので、自分の最もいいなというところに住むところができるんじゃないかなと思います。うん。ですんで、すべからく人の環境っていうのは相対的関係によるんでしょうね。で、私の場合やっぱり今住んでるところがあいいなと思いまして、全国47都道府県オフ会に行って再認識したんですけども、自分にはここが合ってるかなっていうところですよね。その一つが 飲食店ですまあ外食結構ね多いんですよ私もね週に2回ほど行くわけなんですよ、まあ、そうするとねやっぱり、ね、地方ってねさまざまな独特な個性的なものがあるなともちろん東京にもあるんでしょうけどもじゃあうん高級和牛ね地方で食べるのと東京で食べるのと違うかって言ったら違わないですよねもちろん タワーマンションの最上階から眺めるラウンジからの夜景ってわけにはいかないですし、六本木ヒルズも東京タワーも見えませんけども、まあそもそもそういうのは見えなくても、遠くまで広がる青々とした電畑、今でしたらね、赤く色づいた山々を見ながら、そして耳を澄ませばね、せすらぎが聞こえてきそうな、そんだけ稲荷の風景で、ああ、いいな。 のんびり暮らしてるなぁと思いながら、うん、高層ビルなんて全くないところで食べる和牛やお魚、なかなかこれもいいんじゃないかなと思います。私にとってはそういう風なのがコストパフォーマンスがいいかなと。空港も必要ないですしね。まあマイカーで行ける範囲、それがだいたい30分とか小1時間、かなりの範囲をカバーするんですよ。ですんでね、もう過疎地の名店とかね、 こんなところにそんな行列のできるお店あったのみたいなのをたくさん見つけることができるんですよ。いや、そういうね、食文化にかける喜びとか楽しみっていうのは結構ありますね。それからね、あのー、最近の状態で言いますと、感染症がだいぶ流行ってますけども、結局最後まであのマスク知らずの <laughs> そういった集落ってのもありまして、うん、何なんでしょうね。うん まあ今回ねこういったウィンクっていう地方賞を見ているわけなんですけどもここにはね地域のいろんな情報を取材してる方がいて楽しみですよこういうのがで地方ならではの和牛っていうのがあるわけですよね東京では絶対にお目にかかれないようなで東京で国産をやってると思いませんからやっぱり地方っていうのは地元のそれこそねわざわざ東京に持っていかなくても すぐそばに、うん、いろんな名産畜産、うん、それからまあ活魚とかねとれとれのお,お作りお寿司こういうのをしっかりとしたもう本当この道50年ぐらいのね職人さんが地方ではしっかりと作ってくれてでやっぱり安いですね安いっつっても300円500円でなんか牛丼のような価格ではありませんけども やっぱ二人で5000円前後とかね1万円前後と思うとすごい選択肢が広がって逆に地方だからこそある名店とか最近はね古民家を改造したね飲食店っていうのがだいぶ出てきましてもうものすごい広い環境で庭も立派だし建物もね風情があるしっていう感じで私に合ってるかなってことがありますまあコストパフォーマンスいろいろと考えるところがありますけどもうん やっぱね、相対的関係ですね。あの、会社みたいに群れていればこそのコストパフォーマンスもあると思いますけれども、一人で何もかもできる方は、一人が一番コストパフォーマンスが、やっぱいいんだろうなと思いますよね。人と待ち合わせる必要がないっていうのもいいですよね。たまに、ズームを21時からやりますよって言ったらね、21時までこう、いろいろと間に合わせないといけないっていうところもあったりとかね。まあ、久々に誰かと待ち合わせするなみたいな感覚にはなりますけど。 待ち合わせがないっていうのが一番ロスが少ないのかなと思いますよね。それからね社員が揉めることもないっていうのはいいですね。誰も揉めないみたいなコストパフォーマンス最高ですありがとうございます。